日本の和田貴寛が銅メダルをかけます3位決定戦です。対戦相手はウクライナのテデエフです。富山さん、はい、和田の表情が映りました。そうですね、ここまでなんとかこぎつけてきましたね。はい、まあ、顔も傷だらけになってますけどね。そうですね、はい、和田とテデエフ、はい、まさに因縁の対決。そうですね、去年の世界選手権の決勝戦で当たりまして、そうですね、レフェリーの手は和田を挙げました、はい、しかしテデエフ側の抗議で採点がひっくり返りましたね。そうなんですよね、まさしくこの隣のオムニドームですね、はい、隣の会場ですからね。あ、そうですね、ここで決勝5対5の延長に入ったんですね、でテデルフがタックル仕掛けた、でそこを和田が返した、はい、まあ、審判は和田のカウンターアタックの2ポイントを上げた、しかし一人クレームですね、ジャッジの方から、テイクダウンの1点が早いんじゃないかと、それが結局プロテストに入ったわけですね、ビデオ判定に。そして逆転で、そうですね、はい、去年の世界チャンピオンになりました。非常に惜しい試合でしたね。その借りを返せるか、はい、和田貴寛。そういう意味じゃ白黒はっきりここでつけてほしいですね。3位決定戦、銅メダルをかけます。5勝1敗同士の対戦です。日本に初のメダルをもたらすことができるでしょうか。フリースタイルレスリング、和田貴寛。敗者復活6回戦のロシアのアジゾフ戦では得意の和田スペシャルが出ましたね。そうですね、もうテクニカルホールですからね、元の世界チャンピオンをね、はい、テクニカルホールで破りました、はい、今年のヨーロッパ選手権ではアジゾフに大差の判定出られてますからね、テデレフはね、はい、それをテクニカルホールで破ってるんですからね。ただこの相性ですよね、やっぱ苦手意識持っちゃうと自分の力がやっぱ出ませんからね。そうですね、和田君も一試合ですから自信を持ってね、やっぱり最初にポイントを取って、肩の方をちょっと痛めたんですかね、左の肩ですね。朝倉コーチがすぐそばに飛んでいきまして、今、ね、スプレーをかけています。国士舘大学の助手です、和田貴寛。鹿児島商工、今の湘南高校出身、国士舘大学を出ましてレスリング一筋、中学時代は柔道の選手、補欠だったそうです。そして高校に入ってレスリングと出会いました。さあ抱えました、どうだ、取りましたね、はい、ワンポイント先取点を取りました和田。ここから和田スペシャルに入れるかですね。和田スペシャル、足を決めて、そして相手の手を決めて、和田スペシャルどうか。腕をやりませんね、和田スペシャルの防御は十分に渡っています。さあ返すそうだ、返せるかな。これで追加ポイント欲しいですね。そうですね、足をまた決めたいですね。これでワンツーと入ると3点入りますからね、ここから一気にいかないといけませんね、和田君は。さあ相手の肩を決めて いこうというところ、和田スペシャルが見られるか。まず先取点を取りました、ここでブレイク。このパターンでね、タックルタックルでいいと思いますよ、確実に3点を取るね、はい、和田の能力を引き出したセルゲイコーチも見つめています。そうですね、テデレフも左の透かしのタックルがうまいんですよね、はい、クラッチを組めないですね、なかなか。手の内がお互いによく分かっているだけにですね、はい、そうですね、このタックルなんですね、得意なのは。足タックルに入った、さあ和田君もここからどう頑張れるかですね。テデレフもがっちり確実に取ってますね。そうですね、後ろに回りました、はい、これで膝がつきますとテデエフです。逃れています、和田、ワンポイント同点です。ちょうど半分経過しています。場外です、1対1、やっぱり待ってちゃダメですね、はい、はい、仕掛けて和田は3回戦でイタリアのスキラッチに敗れました。2対2、延長に入り微妙な判定で
どうしたんですかね、まだ敗れました。その後敗者復活に回りまして順調に勝ち上がって5勝1敗で3位決定戦に進んできています。さて今のプレーでどこか胸の下あたりでしょうかね、肋軟骨でしょうかね、ちょっとひねったんだかも分かりませんね。そうです、インジャリータイムは2分間与えられています。あまり休み取ってるところ印象が悪くなりますからね今度は。そうですね、3回戦のスキラッチ戦のあの判定は後味の悪いものでしたけれども、そのようなことにならないように3位決定戦パーテレポジションからテデフが攻めています。これ腕やっちゃいけませんね、腕を取らせないように。引かれると大丈夫ですね、まだまだ余裕はあります。そうですね、これは横崩しとアンクルホールドのコンビネーションですね、この足をこらえたい、足首をやっちゃいけませんね、ここでね。攻めきれませんでした、はい、ウクライナテデエフ。和田君も表情が、ね、変わらないですね、ボーカーは。そうですね、またただしたタックルに入った、テデエフが攻めています。時間が刻々と経過する、受けちゃいけませんね、これからしっかり返せればいいんですが、返りませんね。さあ返すか、1対1です。テデレフはここからしつこいんですね。そうですか、はい、さあ足首を取っているテデレフ、抜けちゃうとテデレフのポイントに なってきますよ。これはなんとか逃れた岩田ワンポイント入りました、ウクライナのテデレフ2対1。あと時間が残り少なくなりました。そうですね、あと1分です。1分ですからね、やはりもう一つリードして5分にしとかないと厳しいですよ、これ延長に入ると。残り1分です、はい、残り1分ですので2対1、このままですと延長のパターン。上げなきゃいけませんね、入った、頭が空、あと30秒、このままですと延長戦です。スリーポイントをそれ以上上げていないと試合は終了しません。今2対1です、テデフがリード赤。あ、取られた、返せれば、返せるか、どうでしょうか。あーっと赤です、赤です、残り時間がありません。和田敗れました、ウクライナのテレーフが勝ちました、3対1。試合終了直前のポイント、そうですね、スリーポイントを上げまして3対1として、ウクライナのテデエフが世界チャンピオン、テデエフ和田貴弘を破りまして3位決定です。ちょっと元気なかったですね、和田君ね、やっぱ苦手意識あるんでしょうか ね出だしは、ね、タックル良かったんですけど ね、はいはい、先取点を取ったのは和田でしたが同点に追いつかれ、そして試合終了寸前の3ポイント目で決定してしまいました。ね、セルゲイコーチも複雑な心境ですね、彼はウクライナ出身ですからね、自分のふるさとですから、しかしまあ和田君の声見てみましょうか、と入られたのとこれで返そうとして逆に浴びせられてきましたね。そうですね、日本のレスリング界で最も期待の大きかった和田貴弘は結局4位です。メダルを獲得できません。そうですね、和田君もまだね、若いですから、もう一度ねこれを